ランカシャー地方の森の中で発見された遺体、他の事件でロンドン郊外の古城を捜査中やられた支局員たち。一度に3人もですか？湖畔で久しぶりのバカンスを楽しんでおった支局員だ。どれも喉元にコウモリの無残な牙跡が残されておる。コウモリ？コウモリが殺したんですか？いや、それがさっぱりわからんのじゃよ。犠牲者は全部 ICPO のメンバーばかり。コウモリとどんな関係があるのかな。まあとにかくわしも誇り高き ICPO の一員じゃ。このまま黙っておるわけには断じてこのいかんからして。うわっ。に？は？ね、ぶっ。いや、ついてはその何分にも奇怪な事件だからして。翔太郎君、君も鉄人も今や ICPO の重要なメンバーじゃ。わかりました。鉄人を出動させるんですね。そう、その通り。イギリス支局にはすでにその旨連絡してある。急いで支度をしたまえ。はい。
いやまた一人新しい犠牲者が出たという本部からの連絡じゃ。またですか？やっぱりコウモリが？そうらしい。立て続けに ICPO のメンバーばかり、偶然とは言えなくなってきましたね。ねえ、詳しいことは現地に行ってからでないとわからんが。イギリスの ICPO のケンガムです。いや、大塚です。妙な噂ってどんなことですか？実はいたずらに騒ぎが大きくならぬよう内密にしていたんですが。うんうん、ん？何ですと？ドラキュラ？ドラキュラってあの…映画やテレビで見る美女の生き血を吸って蘇るあのドラキュラのことですか？はじめ、なぜこんな文字を書き残したのか判断もつかなかったのですが、新しい犠牲者が出る前後にドラキュラらしい男を見たという目撃者が現れて。いや、しかしですね、ドラキュラの話は伝説でしょう。第一ロケット文明の現代にですな、そんなバカな。ドラキュラの話と今度のコウモリ事件とは関係があるというんですか？実は3年前にある事件の捜査で古い墓を掘り返したことがあるんです。何？お墓をですか？後で分かったことなんですが、その墓というのがドラキュラ伯爵家代々のお墓だったんです。ドラキュラのたたり。以来忘れていたのですが、この男はその時捜査に加わっていた一人だったんです。それでドラキュラのたたりだという噂が。そう、それでなければ ICPO のメンバーばかりが襲われる理由が。たたりが本当にあるなんて、もしお話の通りなら僕も大塚警部もいつかはたたられることになりますね。おお、脅かしちゃいかんよ翔太郎君。他に手がかりはないし、たたりというのが気にはなりませんか？ケンガム部長、異常ありませんか？全くない。その後被害の報告は？ありません。異常の時はすぐ連絡してください。緊急出動の用意は OK です。ご苦労。あそこでも一人襲われました。降りてみますか？こんなところに小屋があるなんて、人が住んでいた様子はないが。この辺りは雷がひどいんです。そんな時の一時の避難小屋に作られたんです。別にコウモリがいる様子もないですね。前にも調べたんですが、この見渡す限りの荒れ野で一体どこから飛んできて四国院を襲ったのか、そういう謎もたたりの噂が広まった原因の一つなんです。たたりというのはそういうもんらしいですな。どこの国でもそ雷がひどくならないうちに急ぎましょう。コウモリだ。え、うわ、あんな大きいの。翔太郎君、早く鉄人を。はい。鉄人、急いで来てくれ。車に乗り込むのが一足遅れた。そう、なんてこった。鉄人、早く。なんとか車まで走れないかな。しまった、隣へ。あそこまで走れませんか？出ればコウモリがすぐ気づくでしょう。お、鉄人じゃ。鉄人が来たぞ。間に合った。お、頼むぞ鉄人。
なんとか車に。それ、急げ。よっ。鉄人！翔太郎くん、早く。翔太郎くん、逃げるんだ。はい。そう、翔太郎くん、早く V コンを。助かった。剣神さんまでがこんな。警部、探しましょう。どこかに必ずコウモリの巣があるはずです。本当にドラキュラのたたりなんてあるんじゃろうか。僕にはどうしても信じられませんよ。でも剣神さんを殺したのは確かに。あんなところに洞窟が。あ、コウモリが洞窟に入ったぞ。コウモリが住んでいそうなところですね。 しかし車じゃとても入れんぞ。奥の方が少し明るいでしょ。通り抜けられるんじゃないんですか。入って調べるつもりかね。向こうへ抜けたところで鉄人を呼ぶしかありませんね。無茶じゃよ。コウモリの恐ろしさはさっき。じゃあ、よかった。はっ、はっ、はっ、死んでます。コウモリだ。みんなコウモリに噛まれた跡がある。やっぱりたたりじゃな、こりゃ。引き返そうかな、翔太郎君。変ですよ。この人たち ICPO のメンバーかな。さあさあ、早く鉄人を呼ぼう。わかりました。コウモリはいないようですね。あ、車輪の跡のようだな。警部、ケンガムさんが馬車に乗ったドラキュラを目撃した人がいたって言ってましたよね。決まった。もうたたりに間違いない。でもこの車輪の跡がドラキュラの馬車のものかどうか。よっ、鉄人じゃ。
以上二度と生きては返さぬ。誘い込まれた？私たちのことかな。お前たちと鉄人さえいなければ ICPO など怖くはない。死ね！やっと無理だ。やっぱりたたりなんかじゃありませんね。しかし何のために。バカにしよって、そうと分かれば怖くなんかないぞ。目だ、目がコウモリの弱点なんだ。なんだ。鉄人もろとも残らず抹殺してやる。ドラキュラ、俺の狙いは闇の世界、暗黒の町に君臨すること。暗黒の町？それには鉄人と ICPO の存在が邪魔になる。だけど洞窟の中の死体は ICPO の人じゃないぞ。テストだ。俺のコウモリに仕掛けた毒薬のテストに使ったのだ。
なんだって己鉄人行け。リオで死人が次々と蘇りカーニバルを襲う。鉄人出動だ。死神をやっつけろ。次回鉄人28号スリラーシリーズ第2弾、死神ゾンビに呪われた鉄人、お楽しみに。